伝説のクソゲー。バナナパニック、隠れたピーナッツの謎。発売年代、1980年代初頭。プラットフォーム、アーケード。ターゲット層、8歳以上。開発販売会社、フルーツソフトウェア。クソゲーの理由。プレイヤーはバナナを操作し、スクリーン上に散りばめられたピーナッツを見つけるという単純なゲームだが、奇妙で意味不明な隠しメカニクスで満ちており、進むほどに難解さが増す。何度プレイしても、謎のピーナッツは見つからず、プレイヤーは狂気に蝕まれていく。まあ知らんけど。伝説のクソゲー。モップヒーロー。掃除で世界を救え。発売年代、1990年代半ば。プラットフォーム、家庭用ハード。ターゲット層、12歳以上。開発販売会社、グリーンドリームズインタラクティブ。クソゲーの理由、主人公は、モップを使って汚れを清掃するが、ゲーム内の物理法則が不条理であり、モップが壁に引っかかったり、無敵のゴミ袋ボスに立ち向かう際に、転倒してしまう。プレイヤーは掃除の妨げに苦しみ、世界の危機感はどこへやら。まあ知らんけど。伝説のクソゲー。ネコネコワールド、マウスハンティング大作戦。発売年代、2000年代初頭。プラットフォーム、アーケード。ターゲット層、10歳以上。開発販売会社、ファーブルフェリンゲームズ。クソゲーの理由、プレイヤーは猫の冒険者としてマウス、カッココンピューターマウス、を追いかけるが、奇抜なマップ構造と、見えない障害物により、プレイヤーは繰り返し迷子になり、マウスは逃げ続ける。猫愛好者からは期待されたが、絶望的な操作性により、評判は急落。まあ知らんけど。伝説のクソゲー。ガチャライフ、ザ・マイクロトランザクションクラッシュ。発売年代、2020年代初頭。プラットフォーム、スマートフォン、iOS および Android。ターゲット層、10歳以上。開発販売会社、デジタルドリームランドモバイル。クソゲーの理由。ゲーム内、進行が極端に依存的で、プレイヤーは進むためにはガチャを引き、アイテムやキャラクターを有料で入手する必要がある。さらに、ガチャの結果はランダムで、同じアイテムを繰り返し入手しても、使い道がなく、プレイヤーは無限の課金地獄に陥る。ゲームバランスは愚か、遊びやすさを欠き、プレイヤーはマイクロトランザクションの壁に阻まれて、ストレスを感じることとなる。まあ知らんけど。